敗作はきちんと処分。これエコロジーの心得なり。諦めて、俺たちの給料とエトナ様のパンツを返すっす。ガラクタ家は、あのプリニーは着ぐるみじゃねえようだ。なんですと。ということは魔人のプリニーですか。今我が居城を知られるわけにはいきません。いきませんぞ。了解了解、ちょっくら片付けてくる。魔人のパンツが何だって。いや、やっぱり帰らせてもらうっす。パンツはもういらないっす。アホどもが、逃がすわけねえだろ。ガラクタ卿はな、俺たちモブ族の期待の星よ。魔力の独自研究では右に出る者はいねえ。魔力の研究。そうよ、珍品集めもそのための。おった、おしゃべりが過ぎたぜ。兄貴にまた叱られちまう。だがいいさ、こいつらにとっちゃどうせメイドの土産だしな。宝石モードチェンジ。だぜ。だがな、調子に乗るのも今のうちだぜ。
ガラクタ教にかかれば魔界の覇権はモーブ族のもの。ガラクタ教は魔界を征服するつもりっすか？俺たちはともかくエトナ様に勝てるとは到底思えないっすけど。なるほど、魔人エトナの密命ってか。油断ならねプリニーどもだぜ。まあそれも時間の問題。魔人対策は万全よ。